公開勝利者インタビュー第5レースを勝ちましたのは昨日から連勝ゴール馬場義也選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。大きな歓声飛んでおります。1着を取りました選手にはこちらのステンレスのタンブラープレゼントしております。どうぞお持ち帰りください。ます。さあそれでは早速リプレイを見ながら振り返ってまいります。進入はスタート展示と同じくインから1、2、3、4、5、6、枠なりの3対3、インコース発進です。はい、はい、今日はしっかりとした向かい風でしたね。そうですね、はい、特訓からちょっとカウントずれがあったんで、はい、スタートは集中していきました。うん、まあ、昨日は1枠を残しているのでしっかりと回転を合わせていきたいというお話ありましたが、はい、どうでしたか実際レース行ってみて。いやちょっと1コーナーの初動で浮いてしまったんで、そこがすごい気になりますね。道中もちょっと、うん、ハンドル切るときに、はい、船の向きが悪いんで、うん、ちょっと操縦性が良くなかったです。はい、そのあたりが出たのは原因としてはもうしっかりと把握できていますか。なんとなくですけど、はい、うん、まあ、後半時間あるんで、はい、ちょっと調整して、はい、試運転して、はい、はい、さあ、この1着で得点率手元の計算ですと 6.80、 後半は11レース5号艇で勝負がけの一走となります。はい、はい、後半に向けまして最後にファンの皆様に一言メッセージをお願いします。しっかり集中して勝負がけ成功させたいと思います。ご声援お願いします。昨日から連勝ゴールとなりました馬場義也選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。